はい。えー、オンライン教師研修のコース B の皆さん、こんにちは。えー、このビデオは、え第1週、教師の役割と学習者のコミュニティの、えー、5本目のビデオで、学習者コミュニティの意味ということについて、えー、お話ししたいと思います。えー、これ繰り返し申し上げていますが、今の教師の役割は、えー、知識を伝えることではありません。これは私一人が言ってるのではなくて、実は、あの、インドでも、 えー、こういう、えー、スワミ・ヴィカナンダさんという人が言っているのを見つけました。えー、no one was ever really taught by another というふうに書いてありますね。えー、興味ある人はここのリンクを開いてみてください。で、こういうことを言っている人で一番有名なのは多分ロシア人のビゴツキーという人だと思います。これもさっきの、えー、このスワミさんとほ,ほとんど同じことを言っています。 他人を教育することはできませんと書いてありますね。で、教師の役割は環境を組織すること、規制することにありますと言っています。で、その環境の一つが今日申し上げる学習者のコミュニティなんですね。で、これが古いタイプの教室です。先生が一人いて、先生はみんなの学習者と繋がっていますが、学習者同士は繋がっていません。 ですけど、学習者コミュニティがあると、先生ももちろんつながっていますが、学習者同士もお互いにつながっている形になります。では、なぜ学習者コミュニティが必要なのでしょうかそれはですね、まず一番大事なのは動機づけだと思います。他の人が勉強しているのを見ると、自分も勉強しようというふうに思いますよね。それから質問もしやすくなります。 なぜかというと、先生に質問するよりも、同級生に質問する方が簡単だからですね。それから先生は忙しいですけど、しかも先生は一人しかいません。ですけど、同級生の方が数が多いので、質問の答えが早くわかることが多いですね。それから先生から見ると、連絡が確実にできるのもとてもいいことです。メールが来ていませんとか、そういう学習者がいなくなりますね。コミュニティでみんなに知らせれば、 あなたも見ているはずですよということができます、えー。それから勉強が続くということもこれ大事ですね。えー、卒業するとですね、えー、こういうコミュニティ同士、コミュニティの中で友達との付き合いが続きます。教師がいなくなっても勉強が続けられるわけですね。えー、それからもう一つ教師の方の面で、えー、教師が楽になるというのもあります、えー。ここでしやすい、質問しやすいというのがありましたけど、えー、同じ質問をですね、 たくさんの学習者から質問されるというのはとても時間がかかりますけど、コミュニティがあれば、そこで一回質問に答えれば、もう同じ質問に何回も答える必要がなくなりますね。それから学習者もですね、そうすると、教師に質問するのではなくて、コミュニティに質問するようになります。コミュニティのためのツールとしては、インドではこの WhatsApp というのに慣れている人が多いですから、 まあこれれがいいかもしれませんね、えー。今回私たちのコースではこのスラックというのを使っていますこれは一つのコミュニティの中に小さなチャンネルをたくさん作ることができます、えー、そういうあの構造はあの構造を作ることが便利なので、えー、スラックはとてもいいですねあと Google チャット、まあ、Google ハングアウトと同じですけど、えー、それから、えー、LMS 学習管理システムですけど Google Classroom とかですね そこでもコミュニティを作ることはできますが、でもやっぱりこれは課題の提出が中心なので、えー、学習者コミュニティの、えー、機能はそれほど、あのー、私はお勧めしていません。それよりはスラックとかワッツアップの方がいいんじゃないかと思いますね。はい。えー、で、このスライドのリンクはこのビットリースラッシュ TTCB15 です、えー。このスライドからもリンクがいくつか貼ってありますから、 そのリンクを開きたい人は、まずこの、えー、このスライドのリンクを、えー、Chrome などのブラウザのアドレスバーに入れてみてください。はい。それでは私からは以上です。えー、失礼します。